Here I go on a stereo craver. We tell them to let the devilish baby and see the savior. You understand? Watch an ask a Japan and pronounce a craver. Stay so AKA. A murder. はい、始まりました関西レゲエ年表シリーズ。前回までは大阪以外の関西地区、まあ奈良や滋賀のレゲエシーンについてゲストに聞きましたが、今回は生粋の関西人ではないが関西に根を生やしてがっつり活躍してる、そんなセレクターに来てもらいました。紹介しましょう、ミスターリバティ。よろしくお願いします。ふっ、ヤマン、よろしくお願いします。さあ、竹雄に来てもらいましたが、はい、地元は四国やんね、はい、四国の香川県です。香川県ね、はい、まあその四国香川で生まれた、はい、竹雄が、はい、同関西のレゲエシーン、はい、どういう風に見えてたんか、はい、そしてまた関西に来て、はい、どのようにサウンドビジネスやってきたのか、はい、その辺を聞きながら、はい、まあこの会話の中に出てきた名前をここに書き留めていきながらということなんで、このホワイトボードの、ね、YouTube で何度も見させていただいた、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、まずゲストの全員に聞いてるんだけど、はいはい、竹雄が初めてレゲエを聴いた時のこと、はいはい、覚えてたら聞かせてほしいんやけど、高校生の時に、うん、最初はまあいろんなパンクとかハードコアとか聴いて、うん、そこからヒップホップとかブラックミュージック好きになっていって、うんうんうん、あ、じゃあ次レゲエっていうのを聴いてみようかなみたいな感じで、僕の地元、まあそんなレコヤとか CD 屋とかないんですけど、一軒だけすごいなんかコアないろんな CD とか置いてるとこがあって、うんうんうん、そこで、とりあえずレゲエみたいな、レゲエコンビみたいな。10代の頃から、はい、いろんなジャンルの音楽に興味があって、いろいろ探ってる間にレゲエにもちょっとたどり着いたと。そうですね、レゲエっていうのはどんなものかと。で、まあ、そのジャマイカのコンビなんですけど、80s か 90s とかのやつなんですけど、うんうん、正直最初はあんまなんかわからなかったんですよ。ピンとけんへんみたいな。ピンとこうやって。その前ヒップホップとか何が聞いてたんで。なんかノリもなんかちょっといなたい感じじゃないですか、 80s か 90s のなんか違うなと思いながら、で雑誌でレゲエ特集みたいなのあったから、うん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 、そういうのでちょっと勉強しだして、うんうん、サウンドミックステープを聴いて、うんうん、マイティージャムロックとか、はい、でそこでやっぱダンスレゲエに最初は結構やられた感じですから、うんうんうん、だからその時ちょうど T.O.K. のファーストアルバム、ああ、はいはいはい、あれが多分出た時やったんですよ。とか年代で言ったら2000年ちょい超えたぐらい、2001とか2000とか2001ぐらいかな、はい、1とかで、ちょうどあのライフタイムリスペクトとかがめっちゃ流行ってたりとか、もうバッチリレゲエブームの時やね。そうですね、でもそんなレゲエ聴いたやついなかったんですよ、なるほど、高校生の時、うんうん、でそっから卒業して神戸の大学に進学して、でその年の夏休みに地元帰ってきたら、うんうん、みんなレゲエ聴いてました。あれみたいな、めっちゃ流行ってたっす。なるほどなるほど。で、その高校卒業して神戸の大学に行くと、はい、で神戸に住み出すっていうことになるかな、はい、そうですね、なるほど、はい、18、19、18です、はい、2002年ですね、うんうん、はい、そこから神戸に住み始めて、はいはい、もうその時にはレゲエに興味を持ってたと。もう香川にいる時から、うん、もう結構、まあ、大阪はレゲエの、うんうん、まあ、熱い場所やっていうのは分かってたんで、うんうんうん、絶対関西には行きたかった。なるほどなるほど。でまあまあ神戸の学校になったんですけど、うんうん、まあ、大阪も近いしみたいな感じで、うんうん、さあもうがっつり関西のレゲエシーン楽しむぞっていうようなノリもあった感じだ、ね、もちろんそうですね、はい、なるほど。それで、はい、もうその香川にいてる時から、はいはい、レゲエのダンスパーティーとかには行ったりはしたことはあったんかな。
それが、一番最初に行ったダンスが大阪のダンスで、うん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 、それはちなみにどこであったダンスですか？今はもうなくなったんですけど、難波にあった千日前ですかね、うんうん、マザーホール。あ、マザーホール、はい、何2000年超えてたかな、マザーホールできたわ。マザーホールマザーホールで初めてレゲエのダンス、多分それが2001、うんうん、あれね、多分このダンスですね。なるほど、はい、これ、ストライブ2001のストライブストライブ、はい、このダンス2001年年末、まあすごい、うん、まあまあビッグダンスですね。せやな、もうマイティとマイジャとレッドスパイダーっていう感じの3つのレーベルの合同ダンスやね。でバンドショーで、うん、超ビッグダンス、はい、これが初めて行ったダンスですね。なるほど、はい、で、神戸に移ってきて、はいはい、さらに他の、まあ、いろんな小さなクラブとかも遊びに行ったりとかもするのかな、はいはい、まあ、まずね、その、うんうん、僕大学行って、うんうん、新入生歓迎祭まずあるんですけど、うんうんうん、そこでジャムドンがジャグチキンの屋台出してたんですよ。ジャムドン、はい、神戸のジャムドンがそこでジャグチキンを出してたっていうのも、アクアネーション、アクアネーション、はい、神戸の、はい、大学の先輩で、アクアネーションね、はい、同じ大学で、しげさんが、あ、同じ大学で、はい、ほうほうほう、そうですよ、で、うん、うわ、ジャークチキン売ってると、うん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 、で行って、でなんかジャムドンのフライヤー、しげさん渡されて、うんうんうん、あと、お前これ聞いとけって、ストーンナムのテープを渡されたの覚えてますね。へー、はい、それで、まあ、神戸に住んだこともあって、まあ、ジャムドンに行き出すっていうことになるのかな、はいはい、そうですね、うん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 、はい、ちょうどそのしげさんともう一人、うん、アクアネーションのオリジナルメンバーで、うんうんうん、ストライクでセレクターって、おー、ストライク、はい、その人が結構レゲエ教えてくれて、おー、なるほど、ちょうどその時にジャマイカから帰ってきたばっかりで、家遊びに行って、うんうんうん、これ今ジャマイカで一番、うん、ブランニューで一番流行ってる曲やで、うんうん、で、ディワリかけてました、ね、うん、その年代やね、その年代でした、あ、その頃にジャムドンで活躍してたサウンドセレクターっていうのはどういう人たちが、まあアクアネーションを中心にやと思うんやけど、はい、そうですね、あとプレシャスストーン、あ、プレシャスストーンな、まあこれも大阪のサウンドやけどな、そうですね、みんな大阪から神戸に来てやってましたね。あとソウルフラワー、ソウルフラワー、でこの3サウンドがちょうど僕が最初お客さんに行き出した時は一緒にやってて、うん、あとこのジャムドンで、はい、であとアーティストでウォンギー、ウォンギー、はいはいはい、ウォンギーな、はい、ウォンギーもまあもう2000年、この辺かな、はい、ウォン、はい、こうかな、はい、ウォンギーで、あともちろんハードコアジェ、ハードコアジェ、はい、ダンサーね、もうまあ、いわゆるジャムドンファミリーやね。そうですね、うん。ムーンライトシャワーはちょうどもう僕が言い出した時ぐらいにはもう、うんうん、おらへんかったんですかね。あ、はい、まあちょっとたびたび世代交代の時にね、はい、ちょっと動いてなかったりとかもあるけど、はい、まあムーンライトシャワーとかも、まあなんせジャムドンファミリーやね。そうですね。ジャムドンファミリー、はい、神戸に引っ越してきて、はい、ジャムドンを知って、はい、ジャムドンで活躍してるサウンドとか、はい、アーティストやダンサーとか、はい、そのファミリーに、はい、まあいろいろレゲエを仕込まれていったというか、はい、いろいろ教えてもらいながら、そうですね、あと、うん、宝塚のサウンドでジリオンシェルっていたんですよ。ほう、でそこの MC の人がオアシス入るんですよ、ベジータって名前で、おお、はいはいはい、おっちょっと入ってくれ、ジリオンシェル、間違ってたらすジリオンシェル、どうやったかな、ジリオンシェルおったな、宝塚さんなんですけど、はいはいはい、ベジータな、でそれが、どういうタイミングでセレクターを竹尾もやり始めたっていうか、そうです、人前でそのなんか、うんうんうん、レコード回したり、うんうん、MC したりっていうのは、うんうん、なんか地元でそのなんか卒業パーティーみたいな、そんなとかで友達でちょろっとレゲエかけてるやつとかもいて、見よう見まれでなんかちょっとマイク握らしてやとか言って、あー、なるほどな、ターンテーブルもなかったし、遊びで真似事はやったことあるっていうぐらいなのかな、はい、そうですね、で引っ越してから神戸でターンテーブルとか買って、うん、そっからセレクターやりだした感じですね。なるほど、はい、その時は、はい、サウンドの名前というかセレクターの名前というか、僕の一個上の人が一人でやってたから、うんうんうん、お前ら一緒にやれやみたいな感じで、あのテクニカルバイブステテクニカルバイブスっていう名前をその先輩が刻んどきましょう、はい、一応テクニカルバイブス
で、なんかホテルかな、はい、テクニカルバイブス、テクニックとバイブスどっちやねんな、ゼロなんかよう言われてましたね。まあどっちもなんやろで、まあ入ることになるけど、はいはい、結局すぐ一人でやり始めるんかな。 その相方の人が辞めて、うんうんうん、で一人でそのやりだした時はライトニーの名前で、それがライトニーかな、はい、そこで初めて同い年のセレクターの友達、大阪のセレクターと友達になったんですよ。それがトップガンっていうサウンドで、おトップガン、音楽と繋がって音楽が呼んでくれて、そっからラスタで、今のブレイクジャムのメンバーとか、エクスプレス君とかもそうですし、はいはい、ブレイクジャム結成前のマイクロベース、マイクロベー ベース、あとはサンタウンとか、あサンタウン、はい、奈良やな、はい、ギグは行ったことなくて、高博くんとかも天狗で初めて、なるほどなるほど、シーアウト、そうか、この辺の連中はようギグでやってたイメージだけど、ね、そうっすよね、フライヤーかなんか持ってきてもらったのかな、はい、ちょっと見せてもらおうか、ちょっとちっちゃいフライヤーです、はい、パイレーツオブジャマイカ、これは僕からしたらもうレコヤのお兄ちゃんじゃないですか。その人が回してるとこ初めて見て、でもうめちゃめちゃ一人でグワー MC しながらダブかけまくって、もう言ったら1000人ぐらいのお客さんボーカー盛り上げてて、やばいなと思って。